俺にはわかる。ミルクの中にいるハエ、その白と黒はよくわかる。俺にもわかる。俺にはわかる。どんな人かは着ているものでわかる。そのくらい俺にもわかる。天気が良いか悪いかもわかる。俺にはわかる。リンゴの木を見ればリンゴだってわかる。それくらいわかる。働き者か怠け者かもわかる。何だってわかる。自分のこと以外なら、要するに何だってわかる。健康な顔と青白い顔の区別もわかる。全てに終わりをもたらす死もわかる。何だってわかる。自分のこと以外なら。3万5000人にも上り、震災後一度も家に戻れないという状況が続いています。どうしたんですか？変な夢見ました。お母様は？いつもの通りテレビ見たまま寝ましたよ。あ、そうだ。これ、見てください。え？ほら、墨田さんにお茶。これ、ボート上に飾りましょうよ。綺麗になるし、夜もお客さんが来るようになりますよ。ありがとうございます。でも大丈夫ですよ。マラソンですか？はい。一緒に走っていいですか？どうぞ。マラソンですか？夜野さんも一緒に走りましょうよ。
体なまっちゃいますよ。いいですね、いいですね。じゃあ走ってくる。帰ってこなくていいよ。またそんなこと言って。ゴー！栗田さん、最高！走るときは黙ってください。スミダ君、いつものマラソンだ。氾濫する情報、これみんなある。受け取るだけですか。スミダ君のこと、いつも遠くから見てた。スミダ君語録を集めてきた。私、ストーカー？そう、ストーカー。夢なんてみんな叶ったら大変だろ。一匹の蚊から生まれた卵、医者も15,000個。根拠のない自信なんてただの勘違い。誰も認めねえよ。その人お前の魂なんて余裕で通って、誰も俺に迷惑をかけるな。夢を追うものが生まれ、俺はのんびりボートを貸す。一番ずうずうしい、多分一生人の命を奪うことだろう。俺はモグラになりたい、秘密になりたい。そんな君にとっておきの死を見つけた。要するに何だって分かる。健康の顔と青白い顔の区別を分かる。全てに終わりをもたらす真理分かる。何だって分かる。自分のこと以外ならどうにも。いろいろなことがあった。君たち若者にとってこれほど大変なシビアな日本というものを受け止めたこと、今までなかっただろうな。でもここで踏ん張って頑張って再生しなきゃならん。それが日本人だ。日本、すいませんね。世界中の誰も経験したことのない辛い世界を日本人は経験した。そして今な、日本人さ、立ち直ろうとしてんだよ。立ち直れない人もいっぱいいますよ。すみだ、人間はな、下向いてばっかじゃダメなんだよ。すみだみたいに冒頭やついて二度目やりましたって、そういう人間にはガンガン生きてやろうなんて考え方、特別なことなのかもしれない。でもみんな一人一人特別な人間、誰だってこの世にたった一つの花なんだな。普通の人間なんていねえんだ。隅田、頑張れ。夢を持つんだ。言ってみろ。この世にたった一つの花は夢を持つ。はい。冒頭やなめんな。普通最高。でも、すみだくんは普通じゃない。たった一つの花よ、夢を持て。すみだ、頑張れ。おお、なんだ。花ってそんなにいいもんですか。は？たった一つの花って言ってもね、深い深い森の中で誰にも見られず、そっと咲いてそっと枯れてく花もあるんですよ。うん。花壇や花瓶に飾られて人間に見つめられる花ばっかじゃないし、花は夢を持ったり頑張ったりして咲いてるんですか。夢を持つことや頑張ることってそんなに素敵ですか。うん、聞いてって。分かってるよ。気をつけよ。何してんですか。
見てくださいよこの飾り付け、みんなで頑張ってみましたよ。これでこの町この川といえばこのボート屋、いやボートカフェ、ボートバー、ちょっと洒落た空間にもう人気爆発ですよ。あ、こっちの二人が手伝ってくれたんです。マー君だよ。よろしく。はじめまして、藤本健吉と申します。健吉でいいっす。夜のからすごい人いるって聞いて。住田さんはね、いつもいつも助けてくれるんだ。日本一かっこいい青年ですよ、住田さんは。俺の夢はね、住田さんともう一回金持ちになるんだ。もう一回って何ですか。社長にまた戻れると思ってんですか。もちろん。あ、ビールまであるじゃないですか。どうぞどうぞどうぞ。あ、住田さんお帰りなさい。啓太さんもね、いっぱい持ってきてくれたんですよ。あ、ほら、昨日見せたやつ。ピカ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 。うん、勝手にやってください。いやー、ここはあったかいね。人情にあふれてる。あふれてますね。あふれてますよ。二人ともこっちに引っ越してこない？でも、あ、それいいアイディアだと思いますけど。住田さん、裏の方は別に構いませんよ。本当ですか。いや嬉しいな。ねえ、住田さんは寛大だから。あんたビールちょうだい。住田さんはもう受験勉強とかしてるんですか。全然。僕は高校へは行きません。中学出たらすぐにここで働くんです。じゃあボート屋さん継ぐんですか。え、多分。カップルやらお花見やら釣り人やら、こんなボロでも一年中いろいろな客が来ますから、まあなんとか食っていけるんですよ。俺はここでのんびりボートを貸して、多分一生大きな幸福もないけど、きっと大きな災いもない。俺はそれで大満足なんです。たまには空き缶拾って金にしてね。ほら結構楽しくやれて。全部住田さんのおかげですよ。ほぼ入れるチーム。なしです。乾杯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 。母ちゃんは？いねえ。どこ行った？知らない。その口の利き方なんだこれ。ちょっと待てよ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 。ちょっと待て。大丈夫ね、大丈夫。あの人お父さんね。俺の中で死んだら笑える人ナンバーワンの男だ。世の中にはね、本当に死んだ方がいいクズがいるんですよ。そんな人いないよ。どんな人にも親はいるし、どんな人でも死んだら悲しむ人も。マー君なんか。ケンチ、あいつの身内は俺と母ちゃんだけです。母ちゃんなんて、あの男を次に大地震が来たらどさくさに紛れて殺してやるって言ってるんですよ。スリダさん、そういう言い方よくないよ。僕も確かに震災で全部なくした。全部ね。だけどね、なくしちゃうよ。全部なくしちゃうよ。俺さ、あれ見ると思い出すんだよ。あ、今度は外に出しちゃう。出しちゃう。出しちゃう。大丈夫だから。ごめん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 。なんだろ。変なかごそごそ探してたんだろ。
また来るな。え、多分今夜来る。わかる。私他泊まるわ。あいつ来るといろいろめんどくさいからさ、適当に相手しといて。使ったと思ってんだ。お前さんいなきゃこんなボート屋やめたの。母ちゃんのボート屋だろ。あんたが始めたんじゃない。あんたは母ちゃんのボート屋に勝手に来て居ついただけだろ。こんな舐めたこと言いやがって。何があんただ。ほら。何があんただ。ほら。ほらお前の父だぞ。ほら。お父さん、つってみろ。ほら、お父さん、つってみろ。ほら、お前さえいなけりゃよ、あの時死んだけやかったんだよ。お前、あの川で溺れかけた時よ、なんで助かっちゃったんだろうな、お前。耳にタコができるぐらい聞いた。何聞いたんだよ、何聞いたって。俺は死ねば助かるってよ。保険が降りて金もらえるから死ねばよかったってお前何度も言ってんだろ。え、どのたびに言ってんだろ、このアルチュ。くそ、んなこと言ったか俺。言ったよ。お前よく覚えてんな。そうだよ、だったらさっさと死ね。覚えてんだったら気づけ。え、死ね。舐めんな。普通最高。
めまして。狭いなぁ。どうなの熟装だよ。もう気持ち悪い。文句多いよ、ヨンノさん。同級生ですよ。ヨンノさんも何も言わなくていい。とにかくマブダチなんですよ。マブダチ？うん。おい、社長に言じゃあ俺とヨノさんここでありがとうね、茶沢さん。え、貸して。え、パンツか靴下までちょうど中です。 T シャツとか何とか貸してください。心から愛する人と守り守られ楽しく過ごすこと、最後はニヤニヤしながら死んでいけることです。帰る。ちょ、帰る帰るっつってんだ。お邪魔します。田沢と申します。隅田君のクラスメートで。よろしく。ご両親。田沢さん早く帰ってくれ。ミルクの中にいるハエ、その白と黒はよくわかる。働き者か怠け者かもわかる。健康な顔と青白い顔の区別もわかる。全てに終わりをもたらす死もわかる。何だってわかる、自分のこと以外なら。何ですかこれ。私が書いた詩。いいですね、市民マスター、すごい才能ですね。嘘です、フランスの詩です。嘘つけ。俳句五七五ゲームやらせて。最初お互い五七五で言い合うゲーム、私が五文字でごめんなさいって言うからね。ごめんなさいって五文字でしょ。それで隅田君がすぐ七文字で何か言えなかったら私が七文字言うの。そしたら私また引っ叩くから。それでも隅田君が何も言えなかったら私が引き続き五文字で何か言って引っ叩く。意味わかんない。ごめんなさい。お、はい、五文字。1、2、3、4、5。はい、時間切れ。嘘ついたこと。7 1 2 3 4 5 6 7。ごめんなさい。5。空続けて。ちょっと5 7 5。次は隅田君が5文字を言う。そう、この野郎、ゴー痛いじゃないかな。この野郎、ゴー負けじゃねえ。一人でゴーしてゴーしてダメ。助けを。おい、隅田さん、おい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 、先生二人とも落ち着いて。入れっつってんだろ、おい。何やってんの、やめなさいよ。これから超腹立った時はこの瓦の石を拾ってポケットにしまうわ。勝手にしろ。隅田君の呪い一つない。せえ、いつかポケットいっぱいにたまったら全部投げつけるからね。気にしろ。
早く早く。なんだよ。寒い寒い。すみださん、すみださん。昨日はどうも。明日からこっち越してきますんで。よろしくお願いします。よんのさん、けいたさん、今日ビール入ったんだけど。ねえねえねえ。今日さビール入ったんだけど。いらねえよ。ねえ、仕事行ってくるから留守番よろしくね。おい。起きてか。違うか。おい、もう二度と来るなっつったろ。ちょっと。次来たらマジで殺すぞ。死ねこのクズ人間が。やめてよ。どうかしましたか。姉ちゃん、いいんだよ。絡むな。クズ。送ってって。おい。大丈夫ですか。あっち行け。さあ、あいつらうちの風呂に入れたりしてないでしょうね。何のこと？だからさ、私が留守の時にあいつらうちの風呂に入れたりしてないでしょうね。放射能とかあるかもしれないのにさ、やめてよね。戦後に復興を遂げ世界最大の援助国になった日本がこの出来事、大震災の後また援助される側になって、なあ先生もこの大震災の後今自分にできることなんだろう、それずっと考えてた。浮かんだのは君たちの顔だった。待て、どうしたの。おお、あった。早く、どうしたんだ。そんなの早く。何がそんな感じじゃないですか。こっちの方が良さそうだ。これ、向こうに運ぶの手伝う。運ぶのか。どうぞ持ってくる。あー、そう思って。楽ですわ。隅田さん、分かりました。これ風呂ですね。今分かったんですか。いや、そんなことになってんの。いいですよね、星を見ながら入れますよね。これで毎日風呂入れますね。いいですよね、毎日お風呂入れる。もう最高ですよ。で毎日ですよね。そうそう、お湯が毎日になるんですよね。お風呂やんないですか。1回500円。いいですよ、500円の。いいじゃないですか。僕らはタダでいいんですよね。どうしました。ないよ。え、お母さんいな。どうされました。あれはないです。お母様が荷物まとめて出てっちゃったみたいなんです。逃げ上がったよ。おっさんと会えの逃避行だ。すぐに帰ってきますって。うちが流されちゃったわけじゃないんですから。お母さんここにしか帰ってきませんよ。手紙あったんですよね。手紙なんて書いてあったんですか。どうします。別にどうもしませんよ。こんなことは前からうつうつ考えてたことです。そうそう、大したことじゃないですよ。そうですよ、大したことないですね。ああ、明日から学校行けねえや。さて、痛み棒で始めるぞ。すぐに帰ってきますよ。そうそう、図、脳的な作戦。はい、図、
脳的な作戦。はい、どっちだどっちだ。はい、この問題は隅田。はい、14番隅田。休みです。すみませんすみませんちょっと待って今日、すみやくんが告知なくて、どうしたんですか。あ、すみださんのお母さんが急にいなくなっちゃったから、ボート上で働かなきゃいけなくなったんです。すみださん、すみださん落ち込んでるから、放っといてほしいんですよ。すみださんが落ち込んでるから放っといて、そっとしといてあげてくださいって言ってるんですよ。今授業中なんじゃないの。もう普通じゃないね。え、親に捨てられて学校行けなくなって一日中働いてる中学生なんてもう普通じゃないよ。そうかい。そうでしょ。別にそんなやつ結構いるんじゃないの。俺自身はまだギリギリ普通だと思ってるけどね。なーに、大丈夫、私がついてる。大丈夫、大丈夫よ、大丈夫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 。何深刻な顔してんの、ほら。笑って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 。あ、腹減った。あー、ごめんなさい。ごめんなさい。あー、ごめんなさい。ありがとう。おい、行くか。この曲を教えてください。お願いします。お願いします。へえ、親に捨てられた友達のためにね。今のギャンタ泣かせる話じゃねえの。でもどうすんだよ、金渡してさ、どうやって稼いだって聞かれたら。母よりって書いた封筒に包みます。いくら盗むんだ。は？いくら。500円ぐらい。お前いいやつだな。あとで打ち来いよ、いいもんやる。いいもの。はい、どうぞ。まあまあまあ、はいはい。誰そいつ、ちょっと変なの連れてこないでよ。初めまして。初めましてじゃねえよ。まあそう固くならずに。最近した？え？した。じゃあやっていいよ。あ、ちょっと何言ってんの。ほら、お前もやられろよ。離して。え、カロス、離してよ。やるな、ほら。離してよ。おい、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 おかまりなく生きてせよ。よかったのかよ。俺大丈夫っす。なあ夜の、あんなスリなんていつまでたってもでかい金に出会えねえ。お前1000万欲しくねえか。は？俺に1000万、お前に1000万あるんだよ。そんなバカみたいな金がすぐそこに。俺の知ってるヤクの売人がよ、シャブ売った金組に入れねえでそのまま溜め込んでんだ。もちろん全部現ナマで、いわゆる違法な金ってやつだな。もちろん何から何まで全て調査済みだ。ミスするようにいたら何も見つからねえ。なんなら現場で起訴してくれってこれるぜ。
600円です。ありがとうございます。いらっしゃいませ。何やってんだよ、学校じゃねえのかよ。今日から私ここで仕事したいと思ってます。もちろんボランティアで。遠慮しないでください。その方が君も助かるでしょ。帰ってくれ。で帰れっつってんだ。じゃあ先生や警察に言うよ。隅田くんは今親なしで暮らしてますって。マスコミも呼ぶよ。悲惨な中学生をドキュメントしてくださいって。いいの？その面倒くささは想像を絶するものになるよ。社長、社長って呼ぶね。ねえ、このお店名前されなくない？なんか名前つけようよ。カシボート屋じゃないやつ。そうだ、ボートハウス隅田。そうだ、看板作ろう。街で呼び込みしよっかな。チラシでも作るか。すごいかっこいいやつ。あのね、茶沢さん、こっちにとっちゃとてもいい迷惑なんだよ。こんなところで時間潰して受験に失敗したなんて流れてもかなわねえよ。同情してる暇があったらさ、英単語の一つでも覚えたら。何すんだよ。ヒューヒュー。まだ、おいおい、これバカ女だ。おい、ムカついた。これ二つ目だよ、隅田の呪いの石。覚えてないの？二つ目の石は それか。そんな勝手にしろよ、お前。何やってんですか、美少女じゃないですか。うん、なんで彼女いるの？付き合ってんですか。好きなのかね。あ、もうこんな時間だ。そろそろ行かなきゃ。行ってきます。行ってまた帰ってきます。いいよ、もう来なくて。いいえ、来ます。気をつけてね。またおいで。おい、私何でもするんで。あかね、いい子なんですよ。偉いこともできるような。偉いことじゃねえ。もしもし、はい、何してんの？母親よ、腹減ったか？飯作るか？おう、お前の母親腹も減ったし、作るよ飯。そうだ、お前の父さんどこ行った？またあの女のとこか？しょうがねえな。さっさと作れ飯。パチンコ行ってくるわ。ちょっとくらい儲けないとね。何すんだボケ！お前よ。母親に向かってその言い方は何だ。茶沢恵子って名前をつけてやったのはこの私なんだよ。貯金箱なぜ壊した？貯金箱壊して何に使う？いいでしょ、なんだって。パチンコがしたいんだよ。こんな程度のことでめちゃくちゃになって恥ずかしくないの？こんな程度？お前あの男がいくら借金したと思う？世の中にはもっと悲惨なことで打ちのめされてる人もいるのに、この程度でいじけてダメになって。ガキが。おう、ガキだよ。ガキはガキなりにいろいろ考えてんだよ。恵子。そうだ、恵子さん、恵子さんに作ってやったんだよ。出来
上がったら教えてやるからさ。これ完成したら死んでくれるね。約束しただろ。稽古。おい稽古、早く完成させてよ。ここ、隅田さん家。はい。君、息子さん。隅田さんいる。お父さん。いませんよ。じゃあ、お母さんは。いません、両方とも出て行きました。隠してもダメだよ。隅田さん、隅田さん、ちょっと、いねえっつってんだろ。隅田さん、大丈夫か。隅田さん、前歯あるか。前歯超高いぞ。もう困ったな。君のお父さん、私の会社からお金借りたんだよ。600万円。泣きながら借りていった。お願いしますって、家族のためにって、それ少しずつでも返してほしいもんだな。約束したんだよ。当たり前だろ。何か直接つけずに、いい人間どこにやら何もねえし、金もねえんだよ。おめえら帰れ。無理が届くんじゃねえぞ。おい、なんか言えよ。おい、クズね。君のお父さんはとってもクズだね。見つけたらここに電話してよ。これは私と君の約束だからね。知るか、みんなもどうせ自分で探せ。ボーゲー広江、今すぐさらってバラバラにしてやろうか。お前の年の臓器は飛ぶように売れるぜ。あら広江、ほら、二人。謝れ。俺は負けないぞ。俺の志は高いんだよ。こんな定番の不幸話じゃへこたれねえや。俺はな、たまたまクズのオスとメスの間に生まれただけだ。だからそれやろ。だが俺はクズじゃねえんだよ。おめえらみたいなクズじゃねえんだよ。見たろ、俺の未来は誰にも変えらんねえんだ。おめえらみたいなクズにはならねえ。俺はな、立派な大人になるんだ。謝るって言ってんだ。だし、600万ぐらい。てめえ何つぶやいてんだよ。いや、600万ぐらいで、そんなはしたからでこんなに殴らなくても。はした金だと。やめろよ。やめろよ。おい、よし。殴られるのは慣れてますから。てめえ、やめろよ。やめろよ。やめろ。600万円分殴ってくれぞ。なんだこの野郎。
そこまで言うんだったらよ、おめえで何とかしろよ。明日また来っからよ。ご苦労さん。妖怪かと思ったぜ。はあ、やるぞ。お前の言ってたに千万のやつ俺やるぞ。あ、はあ、じゃねえだろうが、はあ、忘れちまったのか。わかった、いいからどうやって中入ろうぜ。びっくりした。どうしてやる気になった。お金欲しいから。いくら。600万ぐらい。なんで。まだっていいやろ。ほら、やっと決めたからここに来たんだ。やんねえなら俺帰るよ。おい、わかった、わかった。そう怒んなよ、うん、今日何曜だ。金曜。おお、やっぱり気合が入るな。よし、ほら行くぞ。行くってどこへ。決まってんだろ、泥棒だ泥棒。え、今行くの。急げよ、そいつ1時間半もしたら帰ってくるぞ。おい、コンビニに行くんじゃねえんだぞ。こんなことでいいのかよ。おい、よし。本当に大丈夫か。覆面とかいろいろつけなくていいのか。うるせえな、大丈夫だって言ってんだろ。うほー、なんじゃこりゃ、汚ねえな。本当にこんな家に金なんかあるのか。おい、見て見て、これなんかもう全部カビもうもうだぜ。だ、勘弁してくれよな。よくこんなとこで暮らす気になるよ。ズボラにもね、程があるね。まあ、だけどおかげで俺らが入ってこれたんだけどな。やめないのかっていうと、原子力村の上の方の連中はみんな言うのは今さらやめられないって言うんですよ。俺には妻も子もあるみたいな。何言ってやがる。 Fuck off! 原発最高。原発事故が早か海外で起こって、各国が原発政策からどんどん離脱していくけど、日本だけ離脱をしないのも合理性や妥当性が社会的な決定に結びつかないんですよ。やっぱ宗教ですよね。神様の目があるつかないか。ユダヤでもイスラムでもキリスト教でもやっぱり絶対神、絶対の神の眼差しを意識をするので、自分たちの生活が神の意思を裏切っていないかどうかっていうふうに絶えず関心があります。ブレイダー生活形式の姿勢を自分で迫らない。生活があるとか家族があるとか、どんな文化の人間だってそういうのがあるけれども、それが一番大事なのか、もっと大事なことがある。助けるのは生活よりも
シミュレーション結果を今度は宣伝とかやっぱり日米開戦したじゃないですか。それはやっぱり今更やめられないからですよね。あの原発は制御不可能になっているので、でリアルタイムの、ね、放射能のモニタリングがそのちゃんと公表されていないと。で現時点で放射能の量がある、この放射能の量は直ちに健康に影響があるものではないみたいな言い方ですよね。そういうことは実はどうでもいい話でですね、リアルタイムモニタリングの時系列から言って今後どういうシナリオがあるのか、まあ、最悪のシナリオ救急車呼ぼうぜ。まだ間に合うかもしれねえ。分かってんじゃねえよ。どうもがそんなことできるかよ。何言ってたよ。それじゃ俺人殺しになっちゃうじゃねえか。何が絶対大丈夫だよ。もう失敗じゃんか。冗談じゃねえや。冗談じゃねえや。こちら強盗殺人じゃねえか。俺はそういうんだ。おい、何やってんだ。
ありがとうございます。お前さ、この世で一番悪いやつ誰だと思う？はい、生きてるやつで一番迷惑をかけてるやつ。悪いやつはいっぱいいますよ。このやつはさ、ぶっ殺しちゃっていいよな。ああ、俺だってぶっ殺したい。よし、頑張るぞ。いいぞ、お前もぶっ殺せよ。殺す、殺す、殺す。殺す。やっぱり私の作ったこのチラシが効いたんだね。カップルのデートの仕上げにどうでしょう。遠出の釣りには億劫のあなた、釣り堀よりもナチュラルでちょっと街の空気から離れてほっと一息フィッシングタイム。どうもありがとうございました。ねえ、ボートの色もっと可愛い色に塗り直していい？いいんじゃない。でも今日は帰っていいよ。もうまだこんな時間じゃない。お疲れ様でした。帰って帰った。また後で来ていい？ダメ。おい、大請求じゃねえかよ。金ならねえぞ。なんだその口の方、こら、おい、おい、おい、こら、ふざけんな、なんだお前。ああ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 、なんでそれ、なんだそれ、あ？あや、ほら、腰抜けが。
少しだよ。もう少しで完成だ。ね、頑張ろう。調べるため福島市内在住の子どもたちの尿検査を実施したところ全員から放射性物質のセシウムが検出されたと発表しました。あいたこれはあいたあいた最近体も調子良くねえんだよな。同市民団体のあいたあいた放射性物質を検査するフランスの民間団体に何だお前解析したという。いいなんじゃねえかよ。お前は金あるか？ねえよ、あるわけねえだろ。母ちゃんずいぶん前に出てったぞ、知らないおっさんと一緒に。なんだよそれ。ねえお前は一人か？ああ、そっか。じゃあまた来るか。そうだ、この際言っとくわ。お前死にたいんだろ、その顔に書いてあるよ。死にたかねえ。そうか、この際正直言うわ。ずっと思ってたこと、お前死にたか死ねえ、俺本当にお前がいらねえんだよ。ずっと昔から、ほらあそこの川でお前が溺れた時死ねばよかったと思ってるし、あの何だっけあれ、そう保険金あれ入るしよ。しぶとく生きてんなお前。あ本当に死にたかったら死ね、後のことは大丈夫だからな。俺のことも大丈夫だから、母ちゃんのこともな。分かった、考えとくよ。よし、ああ、なんか言いたいこと言ったらすっきりした、すっとしたよ。はあ、やっぱ嘘はいかんな。親は親らしくなんて言うけど、嘘溜め込むと体によくねえな。すっきりした、ありがとな、全部吐かしてもらったよ。じゃあまた来るわ。よいしょ。あいだだだ。おい。ん？お前よ。まああと何回その話に来たら終わるんだよ。今日初めて行ったんじゃねえのか俺。今日やっと重い荷物を下ろすみたいに言ったのよ。お前があん時死ねばよかったって。キリしたよ。ありがとうな。ごめんよ。そうか。ごめんな。
本当にごめん。本当に俺お前いらねえんだよ。ごめんな。Thank you.
のニュースです。今日午後4時ごろ、茨城県豊浦市桜通りで通り魔殺人事件がありました。犯人は1時間後に逮捕されました。逮捕されたのは茨城県常総市在住の職業不詳小杉春彦容疑者49歳。茨城県警によりますと5名が病院に搬送され、そのうち19歳の男性が死亡したということです。小杉容疑者は調べに対し、今日心からの友に会い、そこでついに思い立ち犯行に及んだと供述し、容疑を認めているそうです。県警は通り魔事件として小杉容疑者の身柄を豊浦署に移し、詳しく犯行の状況や動機を調べています。
よ、ボート屋のせがれじゃないか。よかったな、お前。おい、こいつだよ、こいつ。お友達が600万ポンって出してくれた。ああ、社長が言ってた。いいな、俺も金持ちの友達が欲しいな。もうこんなところに用ねえだろ。うろうろすんな。お前、一生分の気遣い出したんじゃないか。なんだよ、それ。おい、どういうことだよ。え？何お前、もしかして知らねえのかよ。変な受賞社長さんが来てよ。でもよ、聞いたら結構でっかい会社の金持ちだったみてえだよ。あの震災で流されちまったなんとかっていう会社のなんだっけな。まあいいや、とにかくお前の親父の借金を一括で返したで。びっくりしたよ。なんたって600万紙袋で持ってきたんだからな。おめえよ、なんで身も知らねえ小僧のためにこんなことしてやんだよ。とにかく預かってください。返してくれよ。俺そうしねえとこんなものを受け取れねえぞ。俺はよ、身も知らねえ野郎からの恩義は大嫌いなんだよ。こういう気持ちの悪い金を受け取って貧乏くじを引くのが波の人間ってやつ。俺は違う。てめえの金は自分で掴み取ってきた。やれボランティアだの、国の補助金だの、持ってるからてめえみたいな不労者になるんだろうが。俺は被災者君よ。ブルブルじゃねえか今のおめえは。被災して津波を受けて、でなんだ、身も知らねえガキのために600万持ってきただと。抜かすな。どうしてこんな金が受け取れる。言ってみろ、どうしてガキのために持ってきたんだ。未来です。未来？俺は一回死んだ、あの津波で一回死んだ。でも隅田さんは、隅田ってガキには未来がある。これからの日本を託す男なんです。俺はこっちやなんですが、あんたも俺もいつも誰死にするか分かんない日本の過去です。俺がこの金であの子に未来を託したいんだ。何言ってんだこいつ。受け取れって言ってんだよ。何も言わずに受け取れって言ってた。貴様、もうお願いします。くそボケ。ありがとうございます。今神経つえ、おい蹴れ。僕は一生忘れません。忘れません。待てよ、お前なんだそのなりは。歩け歩け地獄やってんじゃねえぞ。俺お前の天使かもな、悪魔。5月7日、おまけ人生初日です。自首もしないし、死にもしない。どうやら俺は自分が思っていたよりだいぶケチだ。どうせならこんなゴミ以下の命でも、一度ぐらいは有効に、できれば社会のために、立派に使ってみたいと思う。5月
7日、おまけ人生初日です。自死もしないし、死にもしない。どうやら俺は自分が思っていたようにだいぶ消しだ。小僧さん、俺とあんたは今日で一生の別れだ。え、もう二度とうちに来んなよ。すみ、来たらぶっ殺すからな。みなくん、すみ、すみなさん、ありがとう。うるせんだよ、おめえはよ。すみなくん、すみなさん、俺みたいな奴にずっと付き合ってくれてありがとう。はい、30番山本拓海。はい、おはよう。31番山本恵。はい、おはよう。また住田と茶沢が住みか。同棲してんじゃねえの。本当に、すいません、アイス勝手にいただいちゃいました。どこ行ってたの？お店ほったらかして。自習って何？なんでおまけ人生なの？君何かしたの？社会のためにって何するの？ゴミ拾いから臓器提供まで何でもするの？俺は生きた証が欲しいんだ。存在理由ここにありってな具合。何があったのか知らないけどさ、変だよ。このままじゃまずいんじゃないの？だってそれって君の言うクズじゃない。すみだくん、三つ目、すみだくんへの呪い三つ目だよ。ポケットがいっぱいになったらこれ思いっきり投げつけるからね。なあなあ、お前もそうだろ。日本はこれだから腐る。アホがこの国には大勢いる。お前は殺す。アホで小汚い者たちは基本的に人殺しもないからな。アホは全部殺すからよ。俺に無言電話を隠してやったから、どいつじゃ。アホばっかで。それでは聞いてください。バスに揺られ、うららかな春、
桜並木眺めてた横で眠る君の髪に届いた花触れた頬泣いて笑って膨らんだ夢気づかないふりしてたのに響いた声冷たい水で眠たい心を覚ますようにもう逃げないよ知ってたんだ確かに愛があったことこの世界は美しい殺すっつってんだよ。なんでよお前。これやめ。誰なんだよ俺は。あとは任せて。誰なんだよ俺は。教えてくれよ。誰なんだよ。教えてくれよ。誰なんだよ。何をすればいいかわからないんだ今どこにいる俺今どこにいる何をすればいいねえねえ俺は誰だわかんないんだけどねえ教えてよどこをつけ歩いてた？またゾンビみたいに街を徘徊してたの？何のよ？ちょっとね、聞きたいことがあって。すみだくん、今から私が言うことが当たってたら当たりって言ってね。君嘘は死ぬほど嫌いでしょ？君は5月7日以前誰かをおそらくお父さんを殺した絶望した君は自殺も考えたがどうせならこの命を社会のために使おうと世直しに立ち上がった立派な大人になるためにどうこれ飛躍しすぎ？ないね。殺しじゃなくて
時も怖かったけど、今日聞きに来るのも死ぬほど怖かった。何なまってるの。嘘ついてる。嘘じゃねえよ。何勝手にテープ聞いてんだよ。はい。何勝手に人ん家に来てテープ聞いてんだよ。震災特需ってやつ。あん時はよ、車がゴンゴンこう落ちてるわけよ。ほんでマフラーとか、あとホイール、あれをバンバン売って、あれ溶かすと売れんだよな。だから結局よ、みんな避難所にいたから、やりたい放題やったよな。そうそうそう、ATM とか出したり。あ、お待たせいたしました。ご注文お伺いします。お前の免許した。ビールちょうだい。以上でよろしいでしょうか。おい、ビールちょうだい。後でいいです。すいません。こんばんは、ピザを届けに来ました。おい、もう行かねえよ。もういいの、俺中学生がこんなところで何やってんだ。もう電車なくなるだろ。帰るんなら送ってってやるぞ。ほら乗れよ。いいよ、歩いてた。歩いてる。冗談だろ。夜が明けちまうぞ。うっせえ、死ねくずが。バカ野郎。いいから乗れ。人の親切は素直に受けろ。ほら、殺したきゃ殺せ、都合がいいさ。とにかく乗れ。俺がいつか誰かに殺されるヤクザってことは知ってる。だからお前に刺されてもいい。だからとにかく乗れ。俺がとってもいいことを教えてやろう。お前は今病気だ。お前には腐るほど道があるのに勝手に自分を追い込んだろ。周りが見えなくなって一番ヤバそうな道を自ら選んだ。ヤクザに説教されたかねえ。
ならさっさと帰れ。おい待て、ちょっと待て。おい、お前にこれやるよ。これは、ふざけんなバカ。何考えてんだよ、そんなもんいらねえよ。いいから持ってろって。いらなきゃ川に捨てろ。おバカもん殺すんだろ。包丁で一突きなんてプロでも至難の技だからな。これなら簡単だ。いらねえっつってんだろ。いいから早く帰れ。分かった分かった。とよし、じゃあこの中に隠しておこう。これ俺のだからな、勝手に触んなよ。そのうち俺がこれをここに置いていった石が分かる。その時はお前の節目だろ。それよりはそのナンパ工場の紙袋に入れておけ。ゾンビ休み？俺にはわかる。俺にはわかる。牛乳の中の黒いハエ、その白と黒がよくわかる。俺にはわかる。働き者か怠け者かもわかる。その顔でわかる。俺にはわかる。何でもわかる。自分以外のことは全て覚えてたんだ。茶沢さんが前言ったの合ってるよ。え？言っただろ。何のこと？誰か殺したんじゃないかって。うん、父親を殺したんじゃないかって話だよ。うん、俺親父を殺したんだ。うん、殺した。殺したよ、確かにやってやった。うん、頭を何度も何度も殴って殺してやった。うん、死体は埋めたよ。うん、でおまけ人生だとか抜かして、自首もせず自殺もせず言い訳ばかりダラダラ抜かして、とりあえず生きてんだよ。世のためになることをしようと思ってるんでしょ。悪いやつをぶっ殺そうって。
人を探し出す、そして殺す。ねえ、その悪党探しはいつまで続くの？仮にその目的を果たせたら、その後はどうするつもり？全然考えてなかった。結婚しよう。結婚しよう。今はまだ中学生だけど、そのうちすぐ結婚できる。いい加減ゴ。何がなんだかなら分かんねえゴ。自首しろよ。それで罪を償った後にやりたいことをやればいいじゃない。世の中の人のためもいいけど、まずは何より自分のためにさ。君は今自分で決めたルールでがんじがらめになってるだけだよ。もっともっと先のこととかを考えないと。隅田君はもう価値観を変えざるを得ないの。一度人生にケチのついた人たちは自分を捨ててでも頑張っていくしかないと思う。これはほとんど義務だよ。泣いてでも人に助けを求めるぐらいの根性を見せろよ。ケツの穴を虫眼鏡で見られるような思いをして、愛もしない価値観を無理に受け入れてでも頑張っていきましょうってことか。冗談じゃねえぞ。誰がそんなことするか。そこまでして助けてもらった後に何が喜んだ。もうまるで俺の人生の目標は長生きみてえだな。そんなへりくつ言わないで。隅田くん、自殺だけはすんなよ。あなたの前に妊婦さんが立ってる。母さん、どう
してそうやって平然と座ってられるのかしら。そこシルバーシートでしょ。社会のマナーは守りなさい。ちょっといいですよ。聞いてんの。お母さんね、いいんですよ、医者にも歩けって言われてます。ちょっと言わないと。ちょっとお母さん大丈夫ですか。お母さん、お母さん、いらっしゃるだけだよ。お母さん、やだ。そっち飛んでますから気をつけてください。やめろよ。グー、オッケー。グー、オッケー、オッケー。ほら、これ見てください。これで夜のボート場も大人気でお金がいっぱい入ってますからね。おかえり、すみだくん。いやー、なんかね、みんなで綺麗にしようって決めて。余計なことすんなよとか言わないでよ。僕たちは二人のためにここを去ることにしました。僕たち応援してますからあとは二人でうまくやってください。彼女がうちの中ピンクにしちゃいましたよ。エッチな店みたい。何言ってるんですか。すごい可愛らしいの、うん、あね、ちょっとだけちょっとだけみんなで騒ぎませんか。ね、え、いいのいいの、え、騒ぎますか。騒ぎますか。騒ぎますか。ビール飲み。騒ごう、騒ごう。あとは自分で頑張ってください。さようなら。自分で頑張って、自分でさよなら。頑張って。さようなら。さようなら。さようなら。
茶沢さんももう帰りね。あとは自分でやるからさ。死にに来たの？え？君、絶望して死のうとして帰ってきたんじゃないの？そうはさせないよ。私ずっと見張ってるんだから。君が死んだらこの先悲しくてやってられません。墨田君、昨日おまわりさんと相談したの。殺人および死体遺棄の重要参考人っていうやつ。明日自首しよう。行きました。警察署行きました。相談して明日墨田くんと行くって言いました。ごめんね。ずっと待ってたんだよ、お父さんの死体も見つけた。なかったんだよ。もう死ぬとか言うのやめてよ。明日自首するよ。いいでしょ。俺は頭が悪すぎる。結局人に強引にでも道を決めてもらわないと正しい判断ができないんだ。ずっと人に迷惑ばかりかけてる。違うよ。墨田くんは今病気なの。少しだけ休む時間が必要なだけの軽い病気。明日自首して法的に罪を償って自由になる。そして立派な大人になる。立派な大人になるんだよ。まだまだ全然間に合うよ。時間はたっぷりある。時間はたっぷりある。墨田くんだって本当はそうしたいと思ってるはずだよ。
だから私に SOS を出してくれたの。ありがとう茶沢さん。俺はこれでよかったのかもしれない。ごめんね、いつも心配ばかりかけて。もう寝ようか。うん。大丈夫だよ、いっぱい会いに行くから。君もたくさん手紙出してね。うん。出てきたら迎えに行くよ。免許取ってたらブーンと。いいよ。なんで？その頃には茶沢さんに新しい彼氏ができてんだ。何それ、そんなもんできてません。いや、できてるね。バイト先で知り合ったエクボがキュートな大学生にコロッと心を奪われるんだ。なわけないでしょ、何言ってんの。いいんだ、これは実に自然なことだ。そりゃ君でしょ、塀の中で同性愛に目覚める、超カミングアウトしてしまう。そんなわけないだろう。まあね、君が何と言おうと私は勝手に待ってるよ。なんたって二人を愛し合ってるんだからね。よし、じゃあこうしよう。出所したら即結婚でもしてしまおう。は？安いアパートを借りて二人で仲良く暮らし始めるの。真面目にコツコツ働きながら、そのうち二人の間に子供も生まれて、私たちのことパパとかママとかって呼ぶの。その子もいずれ大きくなって、ある時ふと幸せを感じて、私たちにこの世に産んでくれてありがとうって心から思うの。その頃茶沢さんはどこかで知り合った大学生と恋のうち全部忘れるんだ。想像してみて、すみだくん、嘘でも何でもいいから想像してみて。最高に幸せだと思わない？やばい、自分で言っといて泣きそうだ。うん、すごいよ、夢みたいだ。
れ。